もう本当ね、自分の立ち位置っていうのを確認できるいい場所だと思いますね。まあでも堕落する可能性もあるよね。そうだね、まあ大丈夫だよ、結構厳しいから。なるほど、うん、あ、そうだ、ニートには厳しいらしいからね、カノさんは。やめろ、お前いるかもしんねえだろ。ニートさん、ニートさん、ニートじゃねえだろ。俺ニートさん最強の煽りだと思ってんだよ。間違いない、ニートに対しての煽りだよね、これはね。絶対あの人いいとこ就職してるだろ。絶対就職してるだろ。あ、でも就職しなかったら本当申し訳ないから、やめよう、この。まあ確かに、ね、やめよう。いや、まさかね、チームを組むことになるとは俺も思わなかったんだけど。縁があるね。縁はないよ。君昔オオカミ舞台にさ、ニートさん強いって書いてた。いやー、強いんだよ、ほんと。いや、でもその話もね、アンタッチャブルな部分を含むから、やめて。おー、スラム。俺ね、マール田中さんのプレーも結構好きなんだよね。ほう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 。いや、ほんとに、うん、いや、まあ、すごい上手くなったと思う。上手くなった、本当なんか気がすしかできなかったんだけど。昔ポイントインポイントインだったんだけど、あの地上すごい。でね、田中さんはね、うん、スーツ着るとね、別人なんだよね。ほう。俺ね、うん、帝でね、話しかけられたの。こんにちはっすと言って、おい、また知らねえやつが話しかけてきたよと思って、ガン無視したんだ。そしたら、この色のヒューローで対戦してて、うん、あれってよく見たら、うん、回る田中で。なるほど。お前ふざけんなよ。名前言ってから喋れよ。すいません、こんにちはって。挨拶し直しちゃった。いや、この人さ、うん、ストフォーでさ、うん、立ち祖国を出せる。おお、立ち何祖国、それむずいんでしょ。やばい、できないんだと思ったんだけど、出せる。多分6フレ以内に2回転とかだよ。無理、早尾もできないんだ。そう、最初にここ来た時に見せてもらったんだけど、そのなんつうんだろうな、なんかそのやっぱ人ができないことができるってのはすごいよね。そうだね、なんでもそう。でも人が食らわないものを食らうっていうのはまあよくね。田中さん本当に上手くなったね。まあよくね。We await your return, warrior.